やし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 。みなさんこんにちは。七五郎と奈々ちゃんは高山へ向かいました。向かった先は高祖高山。何ですかこれ。米ぬか発酵風呂だそうです。これがポカポカのあったかい米ぬかです。発酵させてありますのでとてもポカポカです。奈々ちゃんもチャレンジしてみましょう。あら、上に乗ってあくびまでしちゃって気持ちよさそうですね。よし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 。次は七五郎も米ぬか酵素風呂に挑戦です。米ぬか酵素風呂とは、米ぬかを有用微生物とその分泌する酵素の力で発熱させ60度前後に保ったものに埋まります。大きな特徴は遠赤外線の可動熱が体内の深部まで届きやすいことです。その熱はなかなか引かず大量の発汗作用が生じるそうです。確かに汗いっぱいかきました。これは気持ちいいです。お、奈々ちゃんも気に入ってくれたみたいですね。よかったね。よし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 。よし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 。